6月16日の運動軸通信をお送りしています。アメリカの中国製 EV への 100% 関税、悪い政策、悪いリーダーシップ、4日目ですね。世界の貿易システムは崩壊しつつある。中国山東省の延滞港で船詰めます輸出用電気自動車、今日4日目です。もはやそうではない。今回の関税はそのような仕組みを否定するものだ。政権は中国製 EV が巨額の補助金でどのような利益を得ているかを明らかにし、その上で調整された総裁関税を課すことができたはずだ。怖い憶測を述べるのではなく、中国製 EV がもたらすと主張する安全保障上の脅威を文書化することもできたはずだ。その代わりに保護主義的な目的を一軸の葉で覆ったのだ。新たな関税はもともと中国によるアメリカ技術の盗用によって正当化されたトランプ氏の関税に上乗せされたものである。なんとも茶番だ。今日の中国製 EV に関する本当の恐怖は、彼らはアメリカから盗んでいることではなく、アメリカ車を塵の中に置き去りにしてしまったことなのだ。厳格なケースの必要性をあからさまに軽視するアメリカは危険な結果をもたらす。国内ではより多くの企業が保護を求めようとしている。共和党と民主党はすでに最も厳しい衝撃を提供しようと競い合っている。トランプはメキシコにある中国資本の工場で生産される自動車に 100% 関税をかけると警告している。海外では中国はその余剰分を世界中に輸出し、かつてアメリカが擁護した貿易システムに新たな打撃を与えるために保護主義者がこれに追従するだろう。ブラジルは電気自動車への関税を引き上げる。 EU も近いうちに関税を引き上げるかもしれない。アメリカは今も世界の貿易政策をリードしているが、その方向性は間違っているということですね。その関税、要するに中国はその EV に補助している、もしくはそれに対する補助の相当分の総裁関税を検討するべきだし、それから安全保障上の問題についても具体的に検討するべきだということで、単にそのいくらでも関税をかければいいというアプローチは間違えていると言っているんですね。で、もともとアメリカからその技術を盗んだ中国製の EV を非難するだけじゃなくて、アメリカ車そのものの競争力も考えなければならないということをここでは指摘するわけですね。で、アメリカが関税をかけるとそれに伴ってですね、他のブラジルとか、なんかヨーロッパがですね、保護主義に走っていくということも今後大きな心配の種になりますということを言ってますね。